今すごい赤。はい、しかす。こんな感じ？あ、なるほど。何時？いや、できてない。さっきは消し顔も食べたい。お疲れ様です。お疲れ様です。ついた雰囲気ですね。いいね。ラーメンでどこで？8時半ね。生ビールで。生ビール、はい。生2つと、はい、あと私ウーロンハイで。ウーロンハイで、はい、はい、かしこまりました。お願いします。これ、QR コードで。はい、そうです。ちょっと押してもいいですかね。うん、楽しかった。あ、わかりました。ありがとう。こんな感じ。はい。おー、これ便利ですね。便利ですね。なんか焼くんですかね。なんかある。そう、なんか生物を。メニュー見せてね。この焼肉っぽいもあるし、鉄板で持ってきて温めたいもあるし、じゃあちょっと見せてもらっていいですか。こういうの珍しいですよね。うん、ああ、なるほど。これなんか忘年会の時とか、いいか段々とかいいですね。さすが。じゃあこのメキソサラダのことですか。そう、はい、じゃあこれ1。なんかどんどんあとサラダ結構なんかいろんなジャンルが鍋とかね、うん、って鍋はいらない、熱いから。ワインやった駐車場。お会計2000円ごとのご利用料金1100円。全系パーキングから。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。いやなんかもうカメラスマホじゃなくて。スマホじゃなくて。それも音声取れるの？受けます。うまい。いいですね。なんかもうお酒平日飲むこと全然ないんですよ。最近もほとんどお酒もちょっと控えめで、すごいわがままなんですけど、いいですか。ちょっと鉄板焼きたいんですけど。あ、オッケー。もちろん、鉄板焼き。あ、鉄板焼きね。うん、なんか鉄板焼き、でもこれ、あれだわ。うん、なんか好きな食べ物。あ、鉄板焼きの、これどういう感じじゃないですかね。もうなんか、多分もう焼ける。自分で焼くんだよね。なんかでもこれ、あ、これ多分出来上がったんですか。出来上がったのを持ってくるかもしれない、この鉄板焼きです。なんかあとこれ、あ、そうですね、これも焼くんだよね。あ、そうですね。え、何がいい？こういろいろある。ぼんじりとかいいですかね。ぼんじり、ぼんじり。このなんかあれですか。鳥が得意なんだよ。すごいね。ないよね、ちょっと。芋の甘さかな。ハイボールですか。ベーコンとジャコのベジソサラダ。あー、なるほど。いただきますね。はい、どうぞ。盛り方が私あまり上手じゃなくて。いや結構いいと思いますよ。あまりね、こういうのやって自分いつもやってもらった方だったんで、あんまりこういうの上手できる。うん、あ、すごいさっぱりしてます。だったら脂っこいお肉でもいけそうな。だね。梅が結構効いてます。チリとシュシュとエリンギですね。それからモモ、皮、セセリ、ズリ、ポンジリとなっております。で、当番行きのタレですね。はい、ありがとうございます。なんかお好み焼き屋の鉄板みたいな。あ、ですね、なんかそんな感じですね。うん、
焼肉って言ってる。焼肉みたいな。あ、そうか、そうじゃん、そりゃ。出てるから行ってないな、あれかな。そう、行ってかったけど行けてない。さっきは、鉄板も食べたいです。これなんかいい、ほんまいいですね。なんかこうやってじわじわ焼いて聞きながらいいから
ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあまたお願いします。ではゲルさんまた。はい。ありがとうございます。おやすみなさい。この動画をいいと思ったらグッドボタン。悪いと思ってもグッドボタン。チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。